皆さんこんにちは。明智光秀の末裔と言われていますクリス・ペプラーです。さて皆さんは明智光秀と聞いてどんなイメージをお持ちですか？ここは京都福知山、明智光秀が築いた城下町です。1579年頃、丹波の拠点として福知山城を築いた光秀は当時の最先端の町づくりを進めました。そんな光秀の町づくりへの挑戦心、光秀マインドは現在に至るまでここ福知山でずっと受け継がれてきています。明治に廃城になった福知山城ですが、市民たちによる再建への機運が高まり、瓦一枚運動が起こりました。当時の金額で5億円以上もの資金が集まり、見事1986年に福知山城は再建されました。そして2020年には長年の誘致活動が実り、明智光秀が大河ドラマの主人公となりました。そんな状況を一変させたのが新型コロナウイルス。福知山城も臨時休館を余儀なくされるなど逆風にさらされました。しかしそんなコロナ禍でもある企画によって一大ムーブメントが起こります。それが本能寺の変プロジェクト。歴史パロディ作家の末広さんという方が役所はがきのパロディで、明智光秀から福知山城にいる家臣に謀反、つまり本能寺の変をあっちゃかはがきでお知らせするというような内容で、オンラインの企画としてこれを紹介させました。本能寺の変の50の原因説から推し説を投票してもらい、抽選で謀反のお知らせはがきをお届け。この企画は大反響を呼び、全国から3万5000票を集計。クラウドファンディングも企画され、昭和の瓦一枚運動ならぬ令和のハガキ一枚運動として話題を呼びました。さらに福知山青年会議所が中心となり、福知山城を舞台にしたプロジェクションマッピングイルミライトを開催。仲間が集まりながら、町のために、市民のために、そして子どもたちのために一生懸命何かを作るっていう、人たちが集まれるっていう機会になったことは、本当に私自身も携わって嬉しく思いますし、明智光秀が福知山の、あの市民性といいますか、誰かのために一丸となるといった町を昔築いたのかなっていうのを、改めて感じています。強い挑戦心を持って町づくりを進めた明智光秀。その精神、光秀マインドを受け継ぐ市民たちによって支えられる福知山。さてこれから新しい時代が幕を開けます。光秀マインドでこれからの福知山がどんな挑戦をするのか、なんだかワクワクしてきませんか？